韓国政府は会場及び混合山観光再開と関連し、米国側と協議したことはないとの立場をいつか、明らかにした。韓国オサム一部のキム・ウン・ハン副報道官は同日、定例会見でこのように明かし、混合山観光事業などは南北共同宣言で合意した通り、 条件が整うことにより再開を推進するという政府の立場を改めて確認すると述べた。先だって KBS は政府が2008年に中断した海上観光と混合山観光の再開を米国側と協議しており、米国側もこれについて肯定的な反応を示したと報道した。米朝実務交渉が進展すれば、 金剛山と海上観光の再開を検討できるのかとの質問にキム副報道官は、今ここで予断して申し上げることはないとし、条件が整うことにより、再開を推進するというのが政府の基本立場と答えた。